あの、やっぱり、お音はしたけど、いや一回あのね、メテオ TNT をちゃんと見たい。で、ちゃんと離れよう。うええ範囲やば。は?ちょっとこの実験場で。ちょっとじゃあもう死ぬ覚悟で、メテオシャワー TNT、試しましょう。はい。で、これ消えるんだよね。やると。そうすると、降ってくんのかな?うわ!降ってきた!ああ、やばい、降ってきた、降って。これ何が降ってきてんの、これ。これ何?ファイヤーチャージが降ってきてんのかな?やばい、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 やばい。これ、ね、TNT が降ってきてんの?わわわわわわ。やばい。災害じゃん、もうこれ。これね、もう TNT じゃない。災害、これは。マジで。じゃ、ちょっとこのメテオシャワー TNT はまあ採用するとして。これはまあ採用するとしてね。じゃあ一回ゴミに戻って。じゃあ他になんか面白そうなの。まあそんなここの TNT にこう尺を削いでもあれなので、メテオ TNT っていうのもあんだ。メテオ TNT×500。何これ。やばいな。両替にバケツと TNT×500 はどうやって作るの ?TNT×100 を4つ。TNT×100 はどうやって作るんやっていうと、×20。もうすげえ。すげえ。巡るね。あ、なるほど。よし、それじゃあ、何メテオ TNT 作りたいんで、このまずは、TNT×5 を、4つクラフトして、ほい。で、これで、TNT×20 ができると。で、これで、また TNT×100 ができる。で、これで500かな。おおほほ。これも一回試してみたいな。TNT×500。で、これで黒曜石と、溶岩バケツで、メテオ TNT ができると。黒曜石、溶岩入りバケツ、そして、こうか。うおー、メテオ TNT。ちょっとこれも試していきましょうか。あ、これはちゃんとダイナマイト化できるんだね。そしたら、メテオ TNT ダイナマイト化して、ちょっとこれ TNT×500 もね、ちょっと試してみたいんで、ちょっとこの2つ試していきましょうか。これ離れた方がいいよな、多分な。これもまあ、じゃあまたこの実験場でも核実験場に行って、うわぁ、なんかすごい。かわいそう、お馬さんたち。そしたら、じゃあまずダイナマイト、この TNT×500 のダイナマイトから行きましょうか。そしたら、行きます、せーの、はい。う、痛い!そんな範囲広いの?やば!500ってこんなに、うわぁ!この範囲。そしてこれを超える、メテオ TNT。僕ね、死ぬんじゃないでしょうか、これ。これ僕死ぬ気がするんですけど、大丈夫ですかね?ちょっと、これ投げたらもう一目散に逃げなきゃいけないと思うんですけど、まあ、ちょっと、頑張って逃げますか。それでは、メテオ TNT。お、なんか村人。あれか、あの、ラッキービレッジャーか。それでは、メテオ TNT、試していきましょう。はい、逃げろ逃げろ、いや、でも見てたい。見てたい。さあ、どうなる?うわ、メテオ来た。うわいて、あ、無事だ。あ、意外と威力はそんなことなかった。ごめん、威力そんなないとか言って。何これ読み込めてないじゃん。うわうわうわー、これはな、あーえぐい、あーえぐいっすわ。えぐいっすわ、これは。よしよし。いや、でもこれで、あとでちょっとさ、うわー、このやば。あとでこれさ、ダンジョン攻略の時が楽しみすぎるんだけど。超ワクワクテカテカするわ。なんだっけ、さっきのグラビティ TNT だ。そう、これ作りたいんだよね。これは作っとこうか。エンダー TNT、エンダーパールを、エンダーパールと TNT で、エンダー TNT ができると。なんだっけ、グラビティ TNT ができると。もうグラビティ TNT とかもう名前が最強じゃん名前がさ、もう最強じゃん。はい、できた。じゃ、これをちょっと試していきましょうか。あ、これはダイナマイトができない系なんですね。オッケー。そしたら、じゃ、また実験場に行って、はい。うわ、ひでえ、ここ。惨劇が起きた、ここで。それでは、もう、それでは、じゃ、まずは、エンダー TNT から試していこうか。これ何なんだろう。あ、痛い。そしたら、ちょっとエンダー TNT をちょっと爆破させていきましょうか。はい。さあ、これはどんなもん?どういうこと?エンダー TNT。え?よくわかんない。瞬間移動したってことかな?これ爆破した、爆破に巻き込まれると、瞬間移動しちゃうって感じかな?多分そんな感じだな。水の中で食うパンクソまずそう。よっしゃ、それの、
進化版グラビティ TNT。 私どんなことが起きるのか。うわー、引き寄せられて、あー、助けて助けて、引き寄せられる、あー、いや、俺は生きる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 、オッケー、よっしゃなるほどね、こうやって引き寄せてパーンって上に上げると、あ、これ面白いな。これもちょっと持ってっか、ダンジョン攻略に。いや、これ、わ、びっくりしたそろそろ、ちょっと待って、そろそろさ、ヘブンズゲートとかも気になるんですけど、そろそろあのダンジョン攻略に行きたいんで、これはまあ外せない。これはまあ最後にやるとして、これはね、まあ最後にヘルファイヤー試して、これ試して、ヘルファイヤー試して。なるほど。だっちと、じゃあ最後にこれ行くとして、一回このヘルファイヤー試していい名前がだってもうさ、最強じゃん、ヘルファイヤー。これ地獄の炎って意味だよね。TNT かけ忍者、ファイアン TNT。あ、ガストの涙が必要なのか。なるほどね。よっしゃ、ガストの涙が必要なので、じゃ、ガストをまた、TNT で、TNT でちょっと、爆破してこようかなと。ガストにグラビティ TNT 使う上、あ、そうしよう。オッケー、じゃあネザー来ましたよ、と。そしたら、さっきなんか、あ、すげえ、あ、こっちにも要塞あんだね。めっちゃ要塞あるやん。ネザーシティないかな。あ、これがあれか、もしかして噂のネザーシティか。このチョコレートクエストで追加されるネザーのダンジョン的な、あ、多分そう、あ、これそうだね。あ、これネザーシティだ、俗に言う。じゃあちょっと待って、ここを一回シティとマーキングしておいて、これは後で来ようと思います。で、ガストを探したいとなると、まあさっきなんか要塞らへんにいたんで、一応要塞行って、あ、早速なんかこれ、もう来て、あ、いたじゃあ今回何で倒そうかな。メテオ TNT とかやっちゃう？グラビティ TNT を一回やつにね、暮らせたいんだ。まあ、そんな打ち上げるほどの距離でもないか。じゃあいや、もうこれでいいや、適当に。おい。うわー、ちょっと待って、ちょっと待って、思ったより惨劇が、ちょっと待って、やばい、助けて思ったよりも、やばい、マグマが上から、やばい。思ったよりひどいことになっちまった待ってね、何これやばい、待って、何がいいかな。メテオ TNT やっちゃう隕石でもあれだよ、上から降ってこれないよな。そしたら、あ、ミニガンもそんなあれだな、残りないな、少ないな。何この地獄絵図マグマの柱の向こう側に魔物がいる、怖っ。これガストの涙回収できないでしょ、これね、これ回収できないでしょ、どうするよこれ。とりあえずガストの攻撃から逃げつつ、まあ、こっち来てくんない。そこで死なれるとね、絶対焼かれるんだ、その涙が。ちなみにこれメテオ TNT とか多分あれだよね、多分上が岩盤になってるから落ちてこれないと思うけど、一応やってみようかな。痛い、ういどうよこれ、どうなるんだ果たして。あれやっぱり、音はしたけど、うわっあ、ちゃんとメテオ来るんだ、ネザーにも待って、レイテストです、早く行かないと。ちょっと待って、よかった、破壊し入れといて、破壊しなかったらね、全部燃えてたからね、あれ。 OK 出た、 OK 直った。そしたらちょっとレイテストです行って、よかった、ここ地面になってて本当によかった。でもね、何この惨劇ごめん、地獄をさらに地獄にしてしまった、これ。ダンボールとか落ちてるし。ちょっと一回、TNT でガストを倒すのは、ちょっと、辛いってことが分かったので、ちょっと一回戻って、普通にミニガンでちょっとね、ガストを倒したいなと思います。ここ、やば。サムネかな。やばいな。あれ、どこ行った？あ、こっちか。あ、いたけど。いたけど、もっと上上がってきてくんないときちいな、これな。あ、来た。おい、おらい。来た。いけー、よし。落とさない。
ご視聴ありがとうございました。アイコンをタップまたはクリックでチャンネル登録お願いします。まあ、皆さんはね多分優しいからしてくれるとは思うんですが、万が一してくれない人がいたらその人が不幸になるように祈っておきます。はい、ツイッターもやってるんでよかったらフォローお願いします。暇な方はこちらのおすすめ動画も見てくれると嬉しいです。それではまた次回、さらば。